はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。隣の楓です。フリマアプリ利用したことあるでしょうか？私はね、使ったことないんですよね。元 AKB のおバカな人っていうイメージがついちゃった。彼女はがやっているね、フリマアプリだったり、メルカリとかいろいろありますけども、信用なるかどうかっていうところも一番最初に、ちょっと考えものですね。一応ね、お金がね、発生するものなんで、ちょっとなーとか思っちゃったりするんですけど、変な話ね、うちの旦那のものでしょうがないんですけど、こういうさ、ちょっと汚いものって言ったら怒られるか、こういうものでも、本当に欲しいもの、欲しい人は欲しいんだよね。本当に。で、壊れてても、子供がね、なんか遊びたそうにしてるから、その壊れたもので、シャシャシャってやらされたりとか、変な話さ、これでもさ、水が入っちゃってるけど、これを10個で100円とか、150円とか、ね、まとめて売って、お小遣いの足しにする人もいるし、今の極端な話ね、多分夏休み前とかで、夏休み前だったり、正月休み前に、工作とかね、使うじゃないですか。こういうようなやつをね、あと、今は生茶なんですけど、こういうベルマークが欲しいっていう人がやっぱりいたりとかしてて、本当に50枚でいくらとかさ、あとラジオとかか、ラジオで壊れたのでいいんで欲しいっていう人もいるし、分解してね、分解するために壊れたものでも OK みたいな感じの人もいるし、いろんな人もいるからね、欲しいっていう人は本当に欲しいと思うし、本当に自分がいらないやつだと思ってるやつがね、他の人に見たらそれが宝に見えるだろうし、少々壊れててもね、使えればいいかっていう考えの人もいるし、本当になんかこういうのでさ、貯金箱とか作れたりするもんね。変な話さ、ここら辺にこう切り込み入れてさ、ガチャンコってガチャンコって言い方もどうだろうけど、あと変な話さ、ゴミ袋っていうかさ、ビニール袋、今レジ袋とかでさ、こういうやつ これはちっちゃいやつなんだけど、ペットボトル2、3本、500の2、3本入れるような感じのものなんだけど、こういうのをさ、目いっぱい詰めて、500円とかさ、
転する人いるんじゃないの？多分。自分はね、結構これはいらないから誰かにあげようとか思って取っといてあるけど、結局溜まっていく一方だから、フリマアプリに出し合えっていう人がね多分いるだろうから、うん、いやゴミにね、ゴミ捨てに行かなくてもいいし、うん、そう考えてみるとフリマアプリもいいかな。ペットボトルなんかでもさ、箱いっぱいに入れてさ、乾かしたやつ、うん、それ10本入りで100円とかさ、売り出せるでしょ。しかもメーカーのさ、メーカー限定とかってあるじゃないですか。生茶だけ、生茶のしかダメですとか、多いうちじゃないとダメですとか、うん、こだわりがある人は多分そのメーカーっていうか、その多いお茶でしか作りたくないっていう人もいるだろうしね、うん、そうか、そう考えていけば、まあフリマアプリ、まあオークションとかでもそうだけど、うん、でもなあの大変だね、大変だねって感じでね、発送するのもまあめんどくさいなと思っちゃったりするんだけど、そんなの言ってたらダメだよね、うん、ということでフリマアプリのことをちょっと雑談としてお話ししました。それでは皆さん、さようなら。